と、さて本日のコーナーはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらモスバーガーのバニラシェイクとご当地フルーツシェイク、鳥取県二種ステーキなし和歌山紀州南高梅を飲みたいと思う。これ自分全然知らなかったんですけど、やっぱり地元の紀州南高梅があるということは、これは飲んで応援しないわけにはいかないでしょうということで今回来ました。モスバーガーってあまり聞くことないんですけどね。では楽しみですね。これはバニラシェイクは比較のために買ってみました。でそれでは飲み飲みまでいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。最初はやっぱり基準となるバニラシェイクから飲んでいきたいと思います。やっぱり応援したいのは最後に取っておかないといけませんからね。で何のこだわりでしょうか。では飲んでみます。思ったよりアイス感が強いシェイクですね。でそこにフルーツが入るとやっぱりいいですね。まず基準となるバニラシェイクなんですけど、マクドナルドのシェイクと比べるとかなりアイス感が強いシェイクになっていますね。なのでストローですると、すするとちょっと飲みにくい部分があったので、この混ぜるシェイクのようにスプーンですくい上げて食べる方がいいかもしれません。シェイクというよりはカップに入ったソフトクリームのような印象ですね。でそれを踏まえた上でシンプルな味のバニラに加えて、この混ぜるシェイクになるとちょうど下の方に沈んでるシェイクをこのようにかき混ぜるわけですね。うまいこと果汁とバニラシェイクが混ざって美味しくなりました。すみません、ちょっとさすがに冷たいもの一気に食べ過ぎて口が何言わせんですね。自分は果汁がしっかりとバニラシェイクに混ざることで浸透して、その味わいを口の中にうわっと広げることができました。20世紀梨も甘酸っぱくて美味しかったですよ。20世紀梨って、まあ、鳥取県ですね。鳥取県には以前旅行行ったことがあるので、まあ、こういうご時世ですけど、また機会があれば行ってみたいと思います。もちろん無謀なことはできません。で甘酸っぱくて20世紀梨のおしゃれなので、やっぱりこの紀州南高梅、酸味がしっかり効いていてバニラと程よく混ざってとっても美味しかったです。でやっぱり梅は和歌山県ですね。言っておきますけど、地元だからってエコひいきしてるわけではないですからね。むしろ地元の中でこそしっかり辛口で審査したいと思って食べましたが、やっぱり梅の甘酸っぱさが口の中に広がってきましたね。梅干しのようにそんなに強烈な酸っぱさではないので、老若男女食べやすい飲みやすいシェイクになっていたと自分は思います。というわけでやっぱりこれを代表としてこちらのペースとさせていただきます。もっと梅をいろんな梅広げていきたいですね。自分もそのためにこういう風に食べて応援していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると、期間限定のこちらのシェイクを飲んでいただけると嬉しいです。で演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。